おそらくもうこれ以上マイナスはないと、はい、行かないと行かないと、うん、学校にも行って、はい、学校に行くっていうのも僕の中でも投資だったし、はいはい、勉強するっていうのも一つの投資だったんで、おそらくこの時に気持ちはその300万借金をした時に、はい、俺はこれを1000万にしてやろうと思ったんですよ、はいはいはい、プラス1000万プラス1000万にしてやろうと、はいはい、気持ちだけですよ、はい、気持ちだけ、ね、気持ちだけ、はいはい、情熱だけは熱かったんで、はいはいはい、だけどまあそういう気持ちで行ってたからこそちょっとまだ自分の中でちょっと余裕があったかなって、折れてなかったですね、そこ折れなかった、こう技はやるけどっていうのがあったけど、なんでこの技をやるのかっていうのが意味が分からなかったです、はいはいはい、でもとりあえずこの通りにやってたら多分治るんじゃないかっていうのが僕の中にあって、である時解剖学と生理学と運動学が混ざった時に、はい、バーンと降りてきた部分もあったんですよ。あ、これやっとったらもしかしたら今の治療もっとうまくいくんじゃないかと思った部分と、はい、そうですね、だから、はい、なんていうんだろう、やることがない、確かにやることなくなってくるんですけど、はいはい、もう良くなってますもんね、もう良くなってきたらもうやることなくても一つのことだけでいいかなと思ったりもするし、はいはいはい、で意外とまあ障害どこかに機能障害あるかなとかって見つけてそのポイントだけやる、うん、だからもう正直今でこそこう言ってるんですけど、はい、当時のやり方ってやっぱり柔道制服やりながら一つの生態主義とかいくつかやってて、はい、やっぱり疑問に思ってる部分ってあって、当時はその先生のやり方だけでずっとやってたんで、患者は良くなってても治療してたんですよ普通に、うん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 、でもそれってどっかでおかしいなと思ったんで、そこに多分プラスアルファしとかないと、うん、他との多分差別化が全くできない、接骨院イコールじゃあ結局揉むとこだ、うん、じゃなくて、うん、もう一つ多分プラスアルファできる自分のもう一つ信念というか軸の治療があるとおそらく早いんじゃないかなと思うんですよね。でもそれって僕多分もう多分どこも多分今度競争になってくると思うんで、はい、僕は価格競争したくないと思ってるんで、うんうん、そこで次勝負しようと思うんだったら多分技術じゃないかなと思うんですよね、うんうん、移行するときに患者さんにどう伝えるかが多分難しいのかな、ね、みんなここが多分リピート率につながってる。すごい先生ちょっとびっくりしちゃいました、はい、それぐらい使ってます。え、はい、え、2回目からどのぐらいなんですか。2回目からはね、人によって本当に違うんですけど、はい、まあ、大体60分以内にしてます。いないですよ。でちょっと長い人はどうしてもなんかいろんな障害持ってる人とかは、はい、ちょっと時間かかりそうだなと思う人はもう90分以内。あ、先生じゃあ結構がっちりいろんなことを、うん、でもその間だいぶ最初に来ていきなり治療しないんで喋って、あ、だから90分って取ってるけどトータルの時間としては多分触ってる時間はそんなに短い、ね、あんまり長くし、もう最近しないようです。昔は本当さっき最初に言ってたようにもうとりあえず2回目来てもザスタートみたいな感じで、そうですね、いっぱいあると思うんですけど、いっぱいありますよね、はい、続けられる、うん、そうですね、長くやはりこう長く続けていくために何がやっぱり必要かなっていう。そうですね、まあ僕の中では、まあ、この言い方はあれかもしれないですけど、はい、まあ、患者さんを愛して自分も愛するってことかな。多分患者さんを多分こういう愛していけば多分勉強も続けられるでしょうし、自分をこうなんていうかな、一つ好きじゃなかったりとかしたら、うん、この仕事も多分続けられない。で自分が好きな主義っていうのを愛してあげた方がいいかなと思いますよ、ね、それ先生すごく今もう今響いたんですけど、はい、自分を愛してない先生多いですね、うん、犠牲にしてる人も多いと思うんです。多いですね、僕でもね、患者さんのために別に犠牲にしてもいいと思うんですよ、うんうんうん、だけどやっぱり自分を愛してあげないと、うん、多分患者さんも多分愛してあげることできないし、うんうんうん、自分がやってることに対して愛してないと、うんうん、それも愛してるもんが相手にも多分伝わらないと思うんですよ。あ、なるほど、はい、